1。佐藤雄二がここは一番人気を集めた一戦です。12レースの発走でございます。ブルーランプが消えました。スタートまで3秒前、12レース優勝戦スタートしました。1番の牧野に対しまして、10メートル線からは佐藤雄二、森克幸、さらには大木光、内を潜り込むようにして若井友勝、佐藤真也はスタート行けませんでした。スタートを残した1番の牧野、松は逃げの体勢を作ります。2番手佐藤雄二、そして森、4番手には5番の大木光、若井友勝、佐藤真也、最後方中山徹の並びになっています。揺らされた佐藤雄二、1番の牧野が逃げる体勢です。2番手佐藤雄二に4番の森も滑っています。4番手には5番の大木光、その後ろから6番の若井友勝という体勢です。先頭2番手の間隔はわずかに1車身半、佐藤雄二が狙えるか。24金曜ルッシュに攻防戦、1番の牧野が逃走体勢を作っています。1番の牧野が先頭だ。おお、中段では5番の大木も攻め上がってくる。さあどうか。おお、危ない危ない。3番の佐藤雄二が完全にバランスを崩した。4番の森にチャンス到来か。6番の若井が今3番手に上がりまして、大木は4番手の位置、残りは3周回。さあ若井友勝が4番の森を捉えた。6番の若井友勝がワンチャンスを生かして2番手まで急上昇であります。1番の牧野が先頭であります。地元川口の司令塔若井友勝が2番手からトップを狙って4コーナーの立ち上がり、残りは2周回。1番の牧野が先頭であります。その差はわずかに1写真だ。さあ並ぶが若井友勝前輪かかっている。おっと、これは1番の牧野が締めていく。牧野が先頭だ、牧野が先頭だ。2年半ぶりの優勝を目指して牧野、若井が並ぶ。さあ残り1周、ブルーフラッグ、若井が入った、若井が先頭に上がった。1番の牧野、力は余していないのか。先頭は6番の若井友勝、結果的には6周1コーナーがウイニングショットになりました。6番の若井友勝が先頭であります。昨年の12月以来の優勝、若井友勝。払い戻し金です。2連勝短式、6番、1番、1900円、9番人気。2連勝複式、1と6の組、1240円、5番人気。3連勝短式、6番、1番、4番、1190円、35番人気。3連勝複式、1と4と6の組、2040円、9番人気でした。